にちは、ジェンです。今日は疲労ゴルフインパクトに来ています。昨年公開した非力な人でも簡単に飛ばせる飛ばしの秘訣という動画に寄せられた、コメントに対して一つ前の動画で回答をさせていただきました。今回は改めて非力な人でも飛ばせるレッスン動画を撮っていきたいと思います。題して非力な人でも簡単に飛ばせる飛ばしの秘訣5分でわかるバージョンを作ろうということで、先生早速よろしくお願いします。先生どっか行っちゃった。はい、後藤先生です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ先生5分でわかるように、はい、3分クッキング的な。そうです、5分クッキングでよろしくお願いします。はい、わかりました。早速行きましょう。はい、はい、ちなみにジュンさん、はい、前回飛ばすためには何が必要かって聞いたときに何て答えたか覚えてます？ジュンさん、ヘッドスピードを上げる。そう、はい、そのヘッドスピードを上げる方法を、まあ、前回、はい、手の返しや下半身を止めるっていうことでやったんですけども、うん、今回は違う方法で簡単にさっくり上げていきます。はい、はい、お願いします。じゃあ一回じゃあ振ってもらいましょうか。普通に今まで通り、そう、 OK。今上げるときバックスイングって何か考えてたりします？いや、何も考えてないです。わかりました。じゃあこのバックスイングをできるだけ早く上げてみましょう。早く、そう、そう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 、もうヘッドスピードってあくまでもここの振っていくところのスピードなんですけども、バックスイングって言ってしまえば助走なんですよ。結構バックスイングはゆっくり上げてっていう、あ、ね、はい、あの本に書いてあったりとかいろいろするんですけども、はい、非力な方、力がない方はもうバックスイングで全力を出しちゃうぐらいに、バックスイングからパンって速く上げて、その勢いそのままポーンって打っていく方が飛距離は伸びやすいし、ヘッドスピードは上がりやすい。早く上げる、早く上げて早く振る。はい、早く、そう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 、はい、結構ここですね。あの早く上げると単純に振っていくスピードもどん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 、あの早く早くってなってくるんで、体もどんどん速さに慣れてくる。じゃあ今度体をどん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 速さに慣れさせます、はい、僕がクラブを上げる補助をするんで勝手に上げてくれる。そう、はい、そのまま振ってください、はい、3、2、1、はい、そのまま OK。 うわ、そう、この感じでどん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 速く上げて速く振る、はい、いきますよ、はい、3、2、1、ほい、そう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 、っていう風に、はい、テイクバックを速く上げて速く戻すっていう動きでやってみ、まあ疲れてません？疲れてる、はぁはぁ言ってる。基本的にヘッドスピードを上げるとか、うん、しっかり振るって基本的に疲れることなんです。あの逆に練習場でどうだろうな、ドライバー100球連続で打てるような人っていうのはあんまり効率よく力が使えていないかもしれない。だから疲れないのかもしれない、うん、まずスピードを上げる一番簡単な方法でいったらこのバックスイングかなと思います。なので今の僕みたいに誰か補助してくれる人がいたならば、クラブの逆側を使ってね、もう一生懸命パーンって上げてあげる感じでやってあげると、どうでした？そのパーンって上げてもらったら早く振れそうな感じ、早く振れそうな感じしますよね、うん、だからちょっと右に行ってるんですけども、これおそらく今急に速くなっちゃって頑張って手が返せなくて、ね、振り遅れちゃったっていう、うんうんうん、スピードが速くなってきた証拠にもなってくると思うので、はい、このスピードに対して間に合うように、うん、手が返せるようになってくると、はい、まあ、ちょうど良くなってくる、綺麗なドローボールになって、あ、いいですね、飛距離が伸びてくるかな。ゆっくり上げたらどうなんですか、はいはい、早く今上げるっておっしゃってますけど、はいはい、なぜ、うん、僕はゆっくり上げるのがダメか、うん、ダメって言ったらちょっとあれだな、うん、あんまりおすすめしないかっていうと、うん、ゆっくりってまあ今言ったようにスピードが出にくい、はい、助走なので、うん、走り幅跳びやるときに、はい、早く上げるのが走ってるのとしたら、ゆっくり上げるのは歩いてるのと一緒です。あ、歩いてピョーンってジャンプしていくのと一緒、うんうん、もう一つが
いろいろやれちゃう。あ、鉛筆で線描くときにまっすぐの線描きたいときってゆっくり描くよりもパッて描いた方がまっすぐの線描けます。はい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 、はい、それと一緒で、ゆっくり上げるとこっちにも行けるし、こっちにも行けるし、どこにでも行ける。波打ってあげることだってできる。そんなことやんないですけども、うんうん、要はどこにでも行けちゃう余裕ができてしまう、うん、その余裕がいらない、うん、よりかはスッって上げたら、もう自分の上げたいところにしか基本的に上がらないので、うん、バックスイングの上げ方やトップが気になる、迷っちゃった、わけわかんなくなっちゃったっていう人は一回最速で上げる練習をしてみると、意外とあれ、この辺で一番気持ちいいんじゃないのっていうのが見つかる可能性が高いかなと思います。早く上げた時ってもっとベストな、うん、持てる、ちゃんと持てるところに上がるんですよ ね、 すね、はい、きっとね。そうです。だからそれをやっていくためにはもう早くしていった方が安定もしやすいかなと。はあ、うん、こっちにやっぱこうやってちゃんと上がりますね。そうです、そうです。こうやってやっぱ上がらないんで、こっちにやね。そう、上げにくい方に上がらないはずなんで。そう。シュッてね。そう。先生ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもね、ぜひこの練習やってみてください。はい。頑張ってください。はい。この動画いいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。私も早く上げる派なんですよ。おお、なんでよく、はい、なんだ、123とか、あ、何、チャーシューメーシェやるじゃないですか。でもチャーシューで言ってるとか言うんですよ。チャーシュー、チャーシュー、違うか。なんで肉だけになってる。ラーメンです、ね、あ、ラーメンね。そのスピードだったらチャーシュー麺だと、もうゆっくりになりすぎちゃう。そうそう、ラーメンぐらいの勢いでいけた方がもう笑いも取れそう、笑いも取れそう。スタートホールでね、知ってる、チャーシュー麺じゃないよ、ラーメンだよ。皆さんこれも少し見てね、一番ホールでやってみてほしいですね。確かに、確かに、アドバイス一番いいかも。早く振っちゃった方が絶対安定しますから。ちょっと振り遅れちゃいましたね。そうですよね。もうちょっとちっこれしんどいな、筋トレになる。そうだから筋トレは必要ないって言ったけど、ゴルフやってれば必要な筋肉って勝手についてくるんですよね。確かに、うん。でまあ疲れてくると下半身がこう暴れやすくなってっていう風になってきて、曲がりやすくなっちゃうっていうのはあります、うん、でもこんな振れる気がしないコースで。振りましょう。いや、本番で多分それぐらい振ってたら、多分今までよりちょっと前に行ってると思います。あ、本当ですか、うん。